都市伝説。さも実際にあったかのごとく世間に広まった噂の数々。今回はゲームにまつわる都市伝説のいくつかを見ていくことにしよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゲームにおける都市伝説で最も有名なものがゼビウスである。さまざまな隠し要素を持っていたゼビウスとあり、あながち嘘ではないのではないかと思わせたのがゼビウスの都市伝説が広まった要因であろう。そんな中で古くからのゲーマーが最も知っているのがバキュラは256発で破壊できるというもの。プレイしているとわかるが、バキュラは上から下に常に移動している上、磁気であるソルバウが連射できないため、まず256発当てること自体不可能。実際プログラム上でも256発当てても倒せないようになっている。しかし当時のゲーマーの間では誰々が破壊できたらしいなどと、見たこともないのにさも実現できたかのように言う者もおり、全国的に広まった。この都市伝説を意識してか、続編のスーパーゼビウスでは破壊可能になった。ゼビウスの隠れキャラの噂も欠かせないものだろう。特にファントムは有名で、全国で目撃情報があった。未だ都市伝説として語られるファントムだが、メーカーによると実際ロム内にキャラパターンが存在しており、熱暴走などで出現する可能性もあるらしい。もともとゼビウスはベトナム戦争を舞台にしたシューティングとして作られた経緯があるため、このようなことが起こったらしい。そのためバキュラ破壊説とは性質が異なるわけだが、当時はまごうことなき都市伝説であった。新女神転生の隠しメッセージも立派な都市伝説である。ごくまれに通常のオープニングが流れず、すぐに消せという文字が画面いっぱいに表示されるというもの。プログラマーがいたずらで仕込んだ隠しメッセージで、当初256分の1の確率で発生させたが、頻繁に出てしまうため 65,536 分の1に確率を変更。しかし初期ロットですぐに発見されてしまい、第2ロットではオミットされたと後に開発者がとある掲示板に書き込んだというらしいが、その書き込みも本当に開発者なのか確認が取れていない上、発売当時雑誌などでも全くこのことが触れられていないことから、実際には存在しない都市伝説であると言われている。実際この裏技が広まったのはインターネットが普及し始めた頃であり、ネットを通してさも実際にあったかのごとく語られた都市伝説である可能性が高い。ニコニコ動画や YouTube に投稿されたものも再現マッドであるらしいので、間違いなく都市伝説なのだろう。古くからのパソコンゲーマーの間で語られているのが、テクノポリスソフトが MSX 用に発売した忘れ字のナウシカゲーム。ゲームの内容がナウシカがメーベを操り、オウムを撃ち殺しながらひたすら進むシューティングだったことから、原作者の宮崎駿が激怒して
囲碁のジブリアニメのゲーム化を拒否したというもの。これは完全な都市伝説で、このゲームに登場するオウムは背景扱いであり、弾が当たっても破壊できない。本当にただひたすら進んでいくだけのゲームで、途中燃料を補給するため深海の切れ目にある着陸地点にタイミングを合わせて着陸。肝心のシューティング部分も忘れた頃に現れる浮き砲台を破壊するくらいと実に内容が浅く、むしろ宮崎駿はその薄っぺらなゲーム性に激怒したのではないかと疑いたくなるぐらいのゲームであった。確かにナウシカのゲームはいくつか発売された後、ジブリゲームは登場しなかった。それゆえにこの都市伝説が生まれたのだろう。しかしジブリは後にレベル5が発売した二の国などの制作に参加しており、ゲームそのものに嫌悪感を抱いているわけでもなさそうだ。ゲームグラフィック TV。 アーキメイドコントローラーファクトリー。ゼビウスと並びゲーム関係の都市伝説で有名なのが高橋名人逮捕であろう。当時絶大な人気を誇った高橋名人が警察に逮捕されたと日本全国に知れ渡った。実際は一日警察署長をやっただけなのだが、この噂は一週間もかからず日本の隅々まで知れ渡り、子供たちに衝撃を与えた。実際何の罪で捕まったのかなどは当時の子供たちは考えず、漠然と逮捕されたという噂だけが広まったが、そのすぐ後に詐欺罪で捕まったと、これまた怒涛の速さで日本全国を覆だ。実は高橋名人は16連射などできず、コントローラーのボタンの中に強力なスプリングが仕込まれていたという。よく考えればこれほど無茶な話はないのだが、当時の子供たちはみんな信じてしまった。そもそもボタンの中に強力なスプリングなんか仕込んだらボタンが押せるわけないのである。実際高橋名人も試したが、当然ボタンは押せず、当たり前である。この噂が出始めた翌月のコロコロコミックで、なぜか原人スタイルの名人の写真が掲載され、その脇に強調文字で俺は怒っているんだぞと書かれた記事が載っていたのが印象深い。ドラゴンクエスト5でエスタークを5ターン以内で倒すと仲間になる。これも有名な都市伝説である。ゲームクリア後に出現する隠しダンジョンに登場する、ある意味このゲームの真のボスといえるエスタークが仲間になる。インターネットもまだ普及していない頃であり、全国各地で仲間になったという目撃情報が広まった。もっともこの仲間になったと言いふらした子供たちも、友達の友達がなどと実際に見ておらず、典型的な都市伝説パターンであったのは言うまでもない。エスタークはかなり強く、5ターン以内で倒すのは至難の業であるが、十分なレベルと作戦を立てれば撃破可能。もちろん1ターンで倒そうが、ただ倒されるだけである。ドッグのファミコンディスクシステム用ソフト水晶のドラゴンで、ヒロインシンシアと野球拳ができる。ファミマガのウルテクコーナーに掲載され、全国の子供たちがこぞって裏技実行に走った有名な嘘テクである。この裏技が掲載された翌号で嘘テクであると公表されたわけだが、答えが出るまでの間に全国各地で友達の友達が実際にできたという噂が広まった。中には実際できなかったにもかかわらず、俺この間できたよと嘘をつき、友達にバカにされムキになって本当に見たんだと泣き出す子供たちもいた。完全に嘘であることが分かっているにもかかわらず、全国に広まった都市伝説であった。さて、いくつかのゲームの都市伝説を見ていただいたが、これ一回で話せるほどゲームの都市伝説は簡単なものではない。ゲーマーの欲求がある限り、これからもこういった都市伝説は生まれていくだろう。
また機会があればゲームにまつわる都市伝説を紹介していきたい。ゲームとは本当に奥が深い。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。